ヤマハは第3の移動体 LMW トリシティで今までにない走りの驚きと楽しさをお客様に提供します。その驚きと楽しさは車の軽快感、安定感という2つのキャラクターで実現されます。まず軽快感、コーナーや車線変更、切り返しでも軽快なハンドリングを実現します。次に安定感、低速走行時や2人乗りでもふらつきが少なく安定感があり快適な運転が楽しめます。また石畳や荒れた路面でもギャップ吸収性が高く良好な乗り心地をもたらします。それでは軽快感、安定感を実現するための具体的な技術を紹介します。一つ目はスポーツモデルの車両技術を生かした車体レイアウト。50対50の前後重量配分された車体レイアウトは軽快感、安定感を実現する基本技術になっています。加えて軽量化技術により152キログラムという他社三輪スクーターと比較し圧倒的軽さを実現しました。2つ目はパラレログラムリンクです。フロントの2輪が車体と同調して傾きナチュラルな操縦感を実現しています。3つ目は肩持ちテレスコピックサスペンション。これもトリシティのために機構開発したサスペンション。優れたギャップ吸収性と軽快感を実現すると同時に流麗なフロントデザインを実現しました。4つ目はユニファイドブレーキシステム、前後連動ブレーキシステムです。左ブレーキの操作だけで前後のディスクブレーキが作動、最適な前後バランスで車体挙動に穏やかさをもたらします。今までにない走りの驚きと楽しさ、第3の移動体 LMW トリシティ、数々の技術が支えています。